どうもどうも富士モータースポーツミュージアムに遊びに来てみましたが、すごいね、初めて来た、ね、なんかね、100年以上前の車ばっか。いや、そうなのよ、あれとかもそうだし、これあのトヨタセブンのあの5リッターのレプリカ、なんかタイヤとエンジンとミッションは当時のものを使って、それ以外を全部手作りしたっていうものらしくて、結構こう歴史が学べる展示になってて面白いですね。でここはなんか写真とか動画も撮っていいみたいなんで、まずさせてもらってます。でね、この上の方にレーシングカーがあったので、それもまた後で見に行きたいと思います。ここの何がすごいって、そのトヨタの施設だけど、こういう風にちゃんとその日本の自動車産業の歴史を、まあ、向こうからこう順番に辿って、でちゃんと本田さんの展示もしてくださってるのがいいですね。こうなんか愛を感じますよね。F1 だけじゃなくてバイクもそうだし、で向こうになんかあのね、ポルシェの話も書いてありましたね。めちゃくちゃいいですね。なんかあのポルシェのミュージアムとかメルセデスのミュージアムともまた違って、こう工場感があるというか、このライティングがめっちゃ綺麗でいいですね。車もよく映えるし、この展示方法もめちゃくちゃいいです。これ懐かしくないですか、ね、セリカね。こういうのってでもなんかレストアしたのを置いてるのかね、それとも当時のままなのかな、実使用じゃない、なんかね、そんな感じするよね。本当になるほど、すごい、知る人ぞ知るだと思うんですけど、僕一番最初に乗った市販車はね、あの GC8 だったんですよ。マジっすか。FJ じゃないな、F4 か、じゃあ F4 とかやってる頃は実は GC8 乗ってた。だから GC8 乗ってる頃の僕を知ってる人はね、もう相当子さんですよ。これベントレーのルマン仕様のやつらしいんですけど、まあ、車がかっこいいのもそうなんですけど、このエンジンフードっていうの、これがあの止まってるのが革のベルトなのがちょっと活かしてていいっすよね。いやーいいなー、なんか本当に多分当時のものというか、この椅子のここはちょっとはげちゃってるのもあるんで、多分本当に当時のままなんでしょうね。またこっちにも伝説の車がありますね。いやー素晴らしい。これ亀井さんが実際に2009年のアブダビグランプリで6位で入賞した車ですね。こうやって見ると本当に、まあ今の F1 ももっとすごいんでしょうけど、この PU がこんなに低い位置でこんなコンパクトなところにね収まってるっていうのがやっぱり未だに信じられないですよね。これ実際のピストンなんでしょうね、きっとこのサイズが入ってますよっていう。へー、こう見るとなんだろうな、まあでもでかいですよね、リアウィングとかこんなサイズですもんね。いやー存在感ありますね。いや、ミュージアムなかなか良きでしたね。ね、良かったです、良かったです。なんか今までね、その富士スピードウェイって、本当あの、レースする場所しかなかったから、まあ、もともと折り鶴、今はフレンズカフェがあるけど、こうやってゆっくり休めるところとか、ミュージアムがあると、なんかこう、鈴鹿みたいで、ね、いいですよね。で、レースの方も応援してたドライバーが、FJ だと清水くんかな。で、教授はアンナさんが買ってくれたんで、本当に良かったです。はい、久々に国内のサーキット来たんですけど、楽しく一日過ごすことができました。でいろんな人に声かけていただいて、それもとても嬉しかったなと思います。じゃあまた次の動画で。りょうさんもありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。